はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらフィットのね、新しいカタログが出たということで、ちょっと見ていこうと思います。ペラペラなんですよね。ペラペラでね、まだね、肝心の価格帯がね、発表されてないんですかね、載ってないんですよ。まあ載ってる内容はね、ホームページとほとんど変わらないんですけど、この最後のページにね、ボディカラーのこのラインナップが、いっぱい載ってますね。ちょっと詳しく見ていきましょう。ニューフィット、2020年2月の、発売ということなんですけど、これホンダのね、兵庫の私の買ったお店から、お手紙来てまして、実はね、2月の14日に発売されるという告知がありましたね。もうね、年内から、予約の方をしてますということで、お誘いの、チラシが来ておりました。まあ、2月14日ってね、確かバレンタインですよね。その日に、販売されるということですね。フィットのね、デザインね、すごいシームレスと言いますか、ニュートラルと言いますか、誰にでもね、愛されるようなデザインになりましたね。私の乗ってるフィットはね、結構ちょっと男っぽいと言いますかね。まあそんな感じでしたけども、まあ老若男女、皆様、親しみやすいデザインになったという感じですかね。内装もね、結構すっきりして、いいですよね。特にね、私このホームがね、いいかなと思います。ツーモーターハイブリッドシステム EHEV ということでね、今回から、ツーモーターが、採用されておりますね。シーンに合わせて3つのモードを切り替え、効率的な走りを実現ということで、燃費性能の方はね、まだ表記されてないですね。まあおそらく40キロ近く行くと思うんですけども、もう燃費はね、これ以上ひょっとしたら伸ばさない方向に行くかもしれないです。それよりも乗り心地とか心地よさですね。アクセルを踏んだ時にね、スッと走るとか、まあレスポンスの良さとかを、まあ、重視したということですね。まあでもいろんなね、ジャーナリストの方が、このフィット評価してるんですけども、もっとね、モーターの、駆動が、良ければなということを言ってましたね。で、こちら、ホンダコネクトですね。こちらね、まあいろいろ、先進的な機能がついてるということで、まあ、コネクテッドか、コネクトじゃなくてコネクテッド、まあ、事故した時のね、 SOS ボタン、万一の時もね、安心ということと、あとまあつながる便利ですね。スマートフォンを使ってね、エアコン操作、し忘れ、ドアロック操作、車を探すといった操作もできます。で、困った時に頼れる RSOC ということで、この RSOC はね、追加オプションサービスらしいですね。で、ホンダセンシングということで、まあニューがね、今回4つも、新たに、付け加えられましたね。ぶつからないためにということでね、近距離衝突軽減ブレーキが、これまあね、バックもね、使えるようになったということですね。あ、そっか、これ前進も、今回初めてなんですかね。前からなんかあったような気がするけど。で、もう一つがね、ACC ですね。アダプティブクローズコントロールっていうんですね。まあこれ渋滞中もできるということで、まあ0キロスタートからの、まあ、追従ができるということですね。で、まあこれ地味ですけど、オートハイビーム。これついてなかったんやな。良好な視界確保のためにということで、まあ今回この4つが採用されてると。まあ、フィットはね、今回5種類出たということで、このベーシック、ホーム、ネス、クロスター、リュクスということで、まあ、この5種類のラインナップが、一斉にね、発表されましたね。まあ、これそれぞれね、ハイブリッドとガソリンタイプがあるということで、このガソリンのね、スペックはまだ公開されてないですね。ガソリンエンジンのね、スペックはまだ発表されてなくて、この 1.3 リッターと 1.5 リッターですね。まあ、従来通りの、まあ、エンジンになるということかな。でも1リッターっていうね、噂もありますよね。1リッターの3気筒エンジンの、まあ、ターボが採用されるんじゃないかという、
まあ噂もありましたが、おそらく 1.3 リッターと、まあ、1.5 リッターで落ち着くんじゃないでしょうかね。内装もね、いろいろあるんですけど、まあこのリュクスがね、飛び抜けていいと思いましたね。やっぱこの革張りのね、質感とかね、内装の色味綺麗だったですね。と言いながらね、実はあのホームが私一番気に入ってます。このホームのねシートね、すごいねふわふわでね、柔らかくて良かったんですよね。あの少しねホームだけねデザインが違うんですよね。このネスト、クロスターはまあちょっとね防水っぽいね、シートの生地で、私はあんまりねなんか好みではなかったですね。最後にね、ボディカラーですね。多彩な25色のカラーをラインナップと。あ、25色もあるんですね。西色派と、あ、10の、あ、そかそか。このツートンカラーもね、入れてるんですね。ツートンはね、このクロスターとネスしかないですよね。あ、ネスの方は、結構なんかグレッシュと言いますか。ライムグリーンは鮮やかなんですけど、ベースの色が、結構グレーとかね、薄いブルーとかね、ちょっと地味な色が多いですね。まあ派手派手の組み合わせはないんですね。各車両の値段の発表はまだで、燃費の方もまだ公開されてないということですね。で、もう一個ね、このホンダカーズ兵庫さんからね、カレンダーいただきました。ちょっとめくっていきますね。1月、まあ、これ兵庫県ということでね、生田神社ですね、 N ボックス。2月は、ベゼルですね、城崎温泉。3月西宮ガーデンズですね、これはまあ車 N ワゴンか、小さい扱いですね、 N ワゴンで、宿川、レジェンドですね。宿川いいですよね、おしゃれで。尼崎城、N 版ですね。N 版だったらもっとね、こう、なんか城というより、なんかキャンプ場みたいなとこ行ってほしかったですね。シャトル裏六甲。六甲山の裏六甲。あえて裏六甲ですね。CRV はね、明石海峡大橋ですね。いや、ここ、すごいね、見晴らしよくていいですよね。国道2号線が走っていくとね、明石海峡大橋見れます。で、オデッセイは、甲子園球場。甲子園球場ね、建て替えて綺麗になりましたよね。ステップワゴン、宝塚北サービスエリア、結構マイナーなとこ行きますね。インサイト、赤いインサイト武田を、これまあ11月なんでね、赤の紅葉ということで、赤のインサイトかあんまりイメージないな。で最後に、チビックハッチバックと、こちら神戸ハーバーランドですね。まあデート風景という感じですかね。いいね。はい、というわけでね、これ QR コードもねついてるので、サイトの方へ飛べます。サイトの方でね、これなんとね新しくこの AR っていうのがね使えるみたいですね。いや、これ面白いんでね、後でもう一本動画作ってみようと思います。はい、というわけでね、いかがでしたかね、フィットのカタログ。まだね、ペラペラなんですけどね。まあ来年2020年の2月の14日に発売ということで待ち遠しいですね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでフィットのカタログを見てみたようでした。じゃあね、バーイ。